スプライト。この動画では読み込んだテクスチャをスプライトという形式にしてビューポート上に表示する方法を解説します。クリエイト。テクスチャのスプライト化はテクスチャを右クリックからスプライトアクション、スプライトを作成を選択します。2枚のテクスチャともスプライト化します。シフトを押しながらテクスチャを複数選択すると一遍にスプライト化も可能です。変換した2つのスプライトをビューポートにドラッグします。白いブロックは1つあると何かと便利なので参考用として活用していきます。サイズ。スプライトのサイズ感に関してレトロ系のゲームを作る場合は1ブロック16ピクセルというのが昔ながらのドット絵の基本サイズになります。ドット絵素材には32ピクセルや48ピクセルなどもありますが、今回はレトロゲームの基本として1ブロック16ピクセルの世界観の設定例を紹介します。まずサイズの確認用でコンテンツ追加のボックスにプラスがついたマークをクリック。形状キューブをビューポートにドラッグします。右の詳細欄トランスフォームの右のリターンアイコンをクリックして000の位置にします。配置してもし真っ黒な場合はライティングなしにすると白く見えると思います。このボックスのサイズがアンリアルエンジンの世界での 100cm の立方体です。なお撮影時に文字などが見やすくなるようにディスプレイ設定を 150% スケール表示にしていた影響で一部の UI サイズが適切ではなくなっている点はご容赦ください。この 100cm というサイズを 2D ゲームの1ブロックの基本サイズという扱いにすると何かと作業がしやすいので、16ピクセルの白スプライトをこのサイズにしたいと思います。スケールという方法がありますが複数設定するのはかなり面倒なので、ピクセルのスケール感を合わせる設定がスプライトの設定の中にあります。パーユニット。スプライトをダブルクリックで開きピクセルパーユニットを確認します。ここが1の場合 100cm に100ピクセルというサイズ設定です。ここを 0.16 にします。保存をして閉じます。ビューポートのブロックのサイズが 100cm ぴったりになっていると思います。1ブロック32ピクセルの世界観であれば 0.32、 1ブロック48ピクセルの世界観であれば 0.48 にすることで1ドットのサイズ感を正確に調整できます。これをスプライトを開いて一つ一つ設定するのは面倒なので、スプライト化時に一括で16ピクセルにする設定がプロジェクト設定の中にあります。長い。左上メニュー編集プロジェクト設定からエディターペーパー 2D インポートのデフォルトのアンリアル単位あたりのピクセルを 0.16 にすることでテクスチャーからスプライトを作成すると常に指定したピクセルパーユニットになります。これでドットのサイズが統一されたスプライトを作成できるようになりました。ドット絵ではない 2D ゲームを作る場合はこの辺はあまり気にしなくていいです。細かいことを気にしない場合はスケールでサイズ調整しても構いません。スプライトのサイズ感が決まったので次はこのキャラクターを動かす仕組みを組んでいきます。ここからが本番だね。